てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、大丈夫？じゃあ死んじゃうんじゃないかな。絶対に息できてない。助けて。おいおいおい、助けて。夢で何が起きてるんだ。落ちちゃう。手を貸してよ。てっちゃん、捕まって。すぐ助けてる。お願い。よいしょっと。おいし。ケン君、ありがとう。助かったよね。愛してる。頭にパンチしたい気持ちは抑えよう。だからこれはやっぱりカリカリに限るよ。フェロモンが出るところだから舐めてあげて、少し調整してあげる必要はある。その首の後ろ、ここは2番目にフェロモンがよく出る場所なの。炭水化物の場合は角でさえ魅力が入っているから、調整してあげる必要はある。猫ちゃんにはとてもおすすめだと思うよ。爪の間からもフェロモンが出るよね。やっとみんなに話せる時が来たよ。なんとかりティッシュのパッケージになることとなりました。それではどうぞ。じゃじゃーん。カリ食べるの手伝わないからね。どうすんの、そんなでっかいわたあめ。おお、黒蜜きなこトッピングのわたあめ、どうもおかやや、ありがとう。最近のわたあめはよくしゃべるな。スタッフさん、残さず食べるんだよ。そろそろ食べますか、それとも鑑賞用に飾りますか。了解しました。わたあめ自ら食べる。うわ、一口でいっちゃったよ、あんなデブ猫わたあめ。それ食べたら太っちゃうよ。カロリー7万ぐらいある。はあ、こらぶっ飛ばすよね。やだ、なんで覗くの。覗きたい気持ちはわからないでもないけど。やめてこないで。お客様、あれどこに行っちゃったんだろう。クランチアーモンドフラペチーノのお客様。おかしいな、帰っちゃったのかな。カリカリのクラッシュアーモンドが楽しめて美味しそうなのに。チャイもまだ飲んだことないのに。これは仕方ない。よし、飲んじゃおう。いや店長、仕方ないじゃないですか、お客様いらっしゃらなかったんだから。いや他のクルーもやってますけどね。カニちゃん問題。まるでつきたて餅といえば、エチゴスイカ。あれ、どこだ、どこにあるんだ。最近引っ越したからどこにあるかわからないよ。早く見つけないと大変なことになるよ。わお、間に合った。アンビリーバボー。